本日は日本亭にデカカラを買いに行ってみたいと思います。日本亭は春日部駅西口近くに本社を置き、昭和53年に創業、お弁当屋さんチェーンの草分け的存在です。ボリューム満点のデカさん弁当を買って帰ろうと思います。税込み800円です。出来上がりまで10分から15分ほど待ちます。お外にソファーがありました。楽しみにしながら帰ります。自宅です。私のコップよりも大きいです。以前はピチッと俵型でしたが、迫力がすごいことになっています。重くて落としてしまいそうです。実食、中身がとってもジューシーです。ご覧ください、肉汁の川が流れています。周りに皮を巻くようにして、中身がジューシーで柔らかく仕上げられています。ご飯もとっても美味しいです。鶏もも肉を一昼夜秘伝のタレに漬け込んで揚げたてを提供しています。まだ1個しか食べてないのに、すでにご飯半分以上食べちゃいました。私にもできるかしら？秘伝のタレがないから、無理かな？また日本亭に買いに行かないと。